はい、数学を担当します、鈴木まなとです。よろしくお願いします。さあ、今回は円順列と数図順列をやっていきたいと思います。円順列っていうのは、ゼロから数学の時にもやったように公式は導入したわけね。だけど今回はそこに少し条件が入ってきたら、どういう風になるのかっていうのを見ていきましょう。そして、数図順列は、なんかたまに紐を通してブレスレットだったり、数図だったりとかっていうのを作った時には、円順列からさらにもう一工夫必要になってきますので、その辺を見ていきましょう。では、早速やっていきましょう。はい、場合の数、4。円順列、数図順列。すごく言いにくい。問題 4-1。大人2人、子供4人の6人が円卓に座りますと。次のような座り方の総数を求めましょうと。括弧1が大人が隣り合う。括弧2番が大人が向かい合うっていう風になるわけね。で、まず、その円順列の基本的な公式の確認。異なる n 個のものの円順列の総数は n-1 の階乗通りっていう風になるんだけど、この-1が何だったのかと。まあ、この公式を、覚えるっていうよりは、円順列の内容をちゃんと理解して、式をその場で作れれば、それで OK になります。では、じゃあどういうものかって言ったら、例えば、6人が、こんな感じに座ってたとするよね。で、じゃあ席替えしようって言って、席替え。せーの、よいしょ。一個ずつね、お隣にみんなずれたとする。何も変わってないじゃないですかね。この状態とこの状態。変わらないですよね。だからこういう風に回転して一致するものは、同じものって考えるのが円順列。だからどういう風にすればいいかって言ったら、回転しないように固定しちゃいましょう。今回のやつで言ったら、例えば大人が2人いるんだけど、大人1と大人2っていう風に名前つけてあげる。大人の1っていうのを、はい、ここにいなさいっていう風に固定してあげる。固定してあげれば、さっき、せーのでみんなずれましょうっていう、こういうのがなくなるわけね。で、そしたら、大人が1がここに座ることによって、他の座席、ここの部分ね。他の座席に大人1から見て、はい、右側から、1、2、3、4、5。こういうふうに座席に区別がつくわけ。座席に区別がついたら、これをニュってやってあげると、1番目、2番目、3番目、4番目、5番目の座席に残りの5人を並べるっていう順列の話になる。もともと6人いたけれども、大人1人の分を減らして、ね。残りの5人を並べましょうっていう風にやるのが円順列の考え方なの。ね。ここの-1の部分っていうのは固定した人数なわけだよ。いいかい？じゃあ、これを踏まえて、括弧1番、括弧2番も同じように考えていきましょう。括弧1番では、大人が隣り合うっていうことなので、隣り合うっていうのは、ガジャーンとセットで一つとして考えていけばいい。この6個席があるけれども、その大人が座るよっていうここの部分。ね、ガチャッとやったね。この部分をセットで一つとして考えてあげる。そして固定しましょう。ね、大人が座るよっていう風にする。そうすると、大人が座るよってやってあげれば、はい、他の座席の分に区別がつくようになるわけ。だから、この青い部分、子供たちが並ぶっていうのが、4の階乗通り考えられるわけね。で、大人が隣り合うってなってるけど、大人1、大人2っていう風に座るのか、大人2、大人1っていう風に座るのか。この2通りが考えられるね。だから、その部分、このところにやってあげたら2の階乗通りあるわけ。はい。これらを掛け算してあげれば、括弧1が出来上がるわけね。じゃあ、括弧2番はどうなるでしょうか。括弧2番は、大人が向かい合う。大人が向かい合うなので、大人の1っていう方をここに固定してあげます。大人1がここに座ったら、向かい合った場所。ここに大人2。勝手に決まるよね。で、あとは、他の座席が、区別がつくので、そこに子供を並べるっていうだけになるわけ。いい？大人1っていうのを固定してあげたら、向かい側に大人2っていうのが座るっていうのが勝手に決まるので、ここの上下の並びっていうのは考えないわけね。これがカッコ1とカッコ2の違いになってくるから気をつけましょう。さあ、そうすると、はい、先ほどありました。カッコ1は大人をセットとして一つとして考えてあげてやっていきましょう。そうすると、大人2人、子供4人の6人から、セットで一つって考えることによって、セットと子供4人の、まあ、5つを並べていると、円形にね。そういうふうに考えてあげると、5-1 の階乗になって、4の階乗。計算すると24と。さらに、セット内、大人1、大人2なのか、大人2、大人1なのか。これの2通り考えられるね。2の階乗通りね。2の階乗通り考えられる。だから、24×2 で48通りだよっていうふうになってきます。いいでしょうかね。セットで一つとして考える。これが隣り合うってやつね。よいしょ。カッコ2番は、一人の大人の大人1、ここに座ってってなったら、大人2はここだねっていうふうに勝手に決まる。ならそこで、はい、他の座席に区別がついたところに子供を入れるっていうだけになるわけ。一人の大人の座る位置を固定すると、もう一人の大人の座る位置は一通りに決まるよと。だから残りの4箇所に子供4人座らせればいいよねっていう風になって、4の階乗の24通りだけになってきます。いいですかね。これが、円順列について条件がついた場合になります。ね。他にもいろんな条件ついているようなものもあると思うんですけども、ね、自分でいろいろ試してやってみてくださいね。では次は十図順列。異なる7色の玉を1個ずつ用いてブレスレットを作ります。何種類の首飾りができますかと。ね。やっぱり首飾りね、なんか1個作ったとするじゃない？それに対してこう回転させたとしても結局同じものですよね。ね。自分がこういう風に首飾り作ったよってね、1個できたって言って、よし！わ、違うものになったにはならないわけですよ。回転したとしても同じものなわけ。で、さらに手のひらの上にその首飾りを置きました。はい。それをひっくり返しました。わあ、違うものになった。ではならないわけ。これも同じものになる。いい？円順列の時は、ね、座ってる座席をオラーってできるわけないから、ひっくり返しは考えないけど、こういう風に紐を通した場合、ブレスレットとかはひっくり返せるからね。同じものがさらにまた、出てくるわけ。ここも考えてあげると、はい。異なる N 個のものの数珠順列の総数っていうものは、回転または裏返して一致するものは同じものっていうふうに見なすから、まず分子のところ。N-1 の階乗。これは回転して一致するものは同じものの円順列の話。さらに、今ここに書いてあるように、こうやって裏返して一緒になる。こういう風に2通りが同じものっていう風に考えるから、さらに2で割ってあげて。ね。これで数珠順列の総数になりますよってことね。さあ、そしたら今回は7色だから、どういう風になるの？回転裏返して一致するものは同じものとして考えるので、分子のところは円順列と同じ考えね。1個固定してあげて、7-1 の階乗通り。これで円順列の分、回転して一致する分は同じものが出来上がる。さらに裏返しても一致するものが、ね、2個分あるわけですから。だから2で割って360通りっていう風になってくるわけね。いいでしょうかね。さあ、これで円順列と数珠順列のお話が終了です。さあ、次も頑張っていきましょう。今回の講座はどうだったでしょうか？数学では理解していたとしても自分では解けないっていう問題がよくありますね。だから教科書とか問題集とかを使って類題を解いてみましょう。じゃあ一緒に頑張っていこうね。また次の動画で。